行け止まれお前ら。何この声バル、こんな声で勝てる本当に。一生懸命振ったお前。はい。じゃあ声が出るはずや。活気言うじゃんやろいつも、はい、ふざけてるようにしか見えない。バル、いけ集合バル。バル、お前ら約束したんちゃうの。バル、前負けた時やもう声では負けませんよ。誰や、だからやらしてくださいよ。誰や、お前ら。ほんでこれか、あ、もうちょっと月日が経っちゃええの。ほんで月日が経ったら次の試合は負けるに決まっちゃうやろ。どんな思いで立っちゃう今。お前らの心の中聞いたよ俺。どんな思いや今、何思っちゃう。バル、聞けるやで聞いたよ今。何考えとんのかお前らが。先生分からん、お前ら何考えてんのか。もう目で分かるな、お前らの顔見てて分かる。お前ら見ろちょっと仲間の顔、こいつと一緒に立てんのか、グラウンドやり合えんのか、生活かけて。お前らの中で先生に見せてくれ。分からんじゃないと先生はなあ。邪魔やお前、出ろ走っとけ。ああまだなまだな、お前ねそれじゃあかんよ今の感じじゃ。ああそれじゃダメダメ、もっとやってからあかん。できることはな、おや、もっとぐーっと食べ物を作らなあかんし、その後解放もせなあかんし、うん、なあ、解放が全然足りてない部分があるから。正直言うと、ああもっと解放していこう、そこぐーっともっと解放していこう。そうそうそう、そこで、だから、ためをもっとぐーっとね、ただ作るだけじゃ意味ないからね、ためをぐーっとどこまで解放できるか、この回し、回しと解放、ここが大事になってくるから。うわぁ走っとけ。そこまで、お前ら意識しながらやっていきましょう。 OK? OK か。でもお前らそれぞれが気持ちをどれだけ出すか、オッケー、わかるか。ああそのプレーでその時見せるか、わかるね。オッケーオッケー、ああしっかりやっていこう。ああやっぱお前らな、見ちょるとやっぱためが足りてない結局、うん、ぐーっとためを作る、こどれだけためれるか、オッケー、どれだけぐーっとためれるかと、これが大事やから。ああ左バッターも一緒、ああ走っとけー。なるなるなる、翔太さん、うん、すいませんでした。僕のためにふざけてくれたんですよね。何が？覚えてませんか？僕が入寮したての頃の話。先輩、あの実は部活やめようと思ってます。いつも固くなりすぎて今日もミスしてしまってチームに迷惑を。この前のミーティングさ、監督めっちゃ簡単おもろかったよな。あと監督おらん時にしたゲーム、あれもほんまおもろかった。あとあれや、オフの日にみんなで行ったカラオケおもろかったなあれ。お前はどうや、おもろかったか。はい、面白かったです。お前が他にもっとおもろいこと見つけたからやめるってんなら俺は止めんよ。でもここが好きならやめんな。大丈夫や、俺がずっと笑かしたる。はい、例えばとりあえず監督に謝ってくるわ。お前ちょっとついてこ、おもろいもん見せたぞ。すいませんでした。俺が監督に怒られた後謝りに行くから、監督にバレへんようにあっかんべーしたるわ。1年の吉井っているじゃないですか。おうおう。いつが一生エラーしてて。あ、そう。いやでもさ、お前ら怒らんよな、それで。え、ああ、それは怒らんすよ。
だってあいつらは一生懸命野球やってるだけなんで何も怒ることないっす、うん、よし、どうした先輩方、ありがとうございます。でも、怒ってくださいよ。尊敬してる先輩たちに怒るの我慢してもらうのはとても悲しいです。お前が尊敬してる先輩ってのは後輩のミスを怒るような先輩なのか。お前が俺らのことを尊敬してくれるのと同じように俺らはお前らのことが可愛いね。先輩ってのは尊敬してくれる後輩がいたら無条件で可愛がりたくなるね。だからどんだけミスして俺らに迷惑かけようと怒ることはないから、どんどん迷惑かけろ。はい、ありがとうございます。でも早速一個あって。おお、何やねん。いや、今日の自主練で片付けが甘くてボール一つ片付けるの忘れてて、今監督機嫌になってます。そんなんが、あんなやつずっとキレさしとったよ。お前よ、お前よ。そのせいで監督も一緒に来て、今から全員で食トレです。なあ、こしてこらーお前、そらお前、ほら、裏か裏かとついてるか。南海井先生は裏切られたらええのな。南海井なりたいねん、ゆとり先生は。なる、はい、おい、俺らやろ、お前らに信じることの怖さが、期待することの怖さが、キューってなんねん。なんか、なる、でも決めようか。二つ選べ。一つ、もうお前らがこの学年のこのチームで一番下、もうあいつら2年主導でチーム作っていくから、お前らが1年生として朝の準備やら掃除やら下の掃除やら洗濯やらお前らがやる。1年生として卒業まで、引退までやな、引退まで。で、二つ目、お前らが引退しても卒業まで毎日部活に来る。ただいまに1年生の業務に取り掛かる。はい、まずはこの機会から全員でキャリーでやっていきましょう。はい、最後。はい、掃除ってどうすんのやったっけ。こんなにも難しいと。一年の時は俺らもやってたのにな。なんか俺らかっこ悪いな、後輩らに申し訳ないな。監督に言いに行こうか。1,2 年だけでも部活再開させてくださいってお願いします。先輩たち、僕たちのために監督にわざわざありがとうございます。お前らだけでも頑張れよ。はい、はい、帰ったらやることいっぱいあんな。次元の仕事も覚え直さな。ああ、そうやな。あ、俺ちょっと忘れ物したわ。さっき帰っておいて。ああ、俺の携帯。嘘だろー。マジなんやねん、あいつら3年自分らだけオフ増やしやがってよ。まあそれがマジで。俺らもっと欲しかったわ。あいつらだけマジせこないっすか。いや、ほんまに、ほんまにだるすぎ。なんか一回汚くなってたし。あ、確かに。マジエグないっすか。キムすぎ、陰険すぎやろそれ。なんやねん、あいつらマジ。あ、ほんま気悪いわ。じゃっす、じゃっす、じゃっす。買わないわ、ハト。ああ、なんかさっき裏で怒られてたよ。なんで？なんか分からんけど、今日ずっと声出なかったからちゃう。いや、声出てないって。買わないやん、元から声はもう大きく出せへんやん、そういうやつやん。そうやな、そんな配慮したれよ。まあ、そうやな。あいつマジで奇襲。もうね、このチームは異常よ。異常、もう強いとか弱いとかもうそういう次元の話やない。異常、こんなな実色悪い性格したやつが平気でおんねん、そういうチームや。そうそう、すいません、あれお前は何回同じこと言わせるな、先生に。何回も何回も反省したらいいんや。変わる気がないやな。あ、まあ、はっきり言うわ、お前みたいなやつな、ろくな音ならへんぞ、このままやと。言うといてるわ、ろくな音ならへん、もう社会のゴミクズ。すいません、あれ社会のゴミクズ、お前みたいなやつおるからな、日本悪くない。待てや、クソじじい。お前いくらなんでも言い過ぎやろ。自分がどんだけ偉いの？は？買わないを全否定する資格がお前のどこにあんねん。俺の後輩やねん。
お前に何がわかんねん。ちょっと声が出てへんぐらいじゃないやねん。お前だって完璧ちゃうやろ。ちょっと声出てへん1年に社会のゴミクズは、どこが社会のゴミクズやねんって。翔さん、なんか言えや。僕のためにありがとうけど、僕が悪いんです。いや、お前は悪くないって。社会のゴミクズって言われて当然です。お前は何も悪いことしてないやん。いえ、万引きしました。今回でバレるのは8回目です。まあ以前にもやったことあるんですけど、バレてないものを含めるともっとすごいです。万引きの件なんですけど、皆さんもお菓子食べましたよね。皆さん共犯ですよ。なる。おい武蔵、ブスなる。ブスちゃうってそれ。そこ俺のサボりスポットやから、どけて。はい、ナダル翔太さん、ここトレーニングする場所なんで、サボるんやったら出て行ってください。ナダル、あんまりサボってるとポジション奪ってまうすよ。ナダルナダル。先輩、ボール行きました。おい、おい、ついぞ。おい、こちら慣れて。なる。おお、気をつけろよ。このチームのレギュラーは一旦白紙に戻します。なる。もう構想もポジションも打撃もフォームも全て、一からやり直し、特に、自分のライバルやと思うな選手にはガンガン闘争心を燃やせ。お前らだから。 OK。 おや、ラララル。先輩、あれ見てください。ラララララル。正面につけたらいいんですよ。なんだろ、闘争心抜き出したの一緒。あいつなんだろ。ラル。ラル。はい、サブユー。おいしょ。あー、言うたでしょ、違います。いや、そういう意味じゃないやろ。待て待て、続きなさい、集合。ラルラルラル。何今のふにゃけたプレ、やる気ある？やる気あります。あったら、なんでお前後輩にボール取られよんの。いや、あれはだってまか、お前もな、ファーストやれ。ラルラル。え、一緒、まだ待ってか、ファーストっすか。僕ファーストやったことないですよ。やるな、チーム白紙に戻す言うとんねん。ラルラル。お前に今までのポジション歴知らない。ラルラル。うん、ファースト練習しなさい。オッケー。武蔵が明らかにな、お前のポジション狙ってきちょんの、お前わかる？伝わる？あいつの闘争心、後輩キャラの。はぁ、はい、答えやん、お前は。そう、なんもお前、武蔵見てみよう。よう見ろ、なんか感じるもんないか。よし、もっぺんよう見ろ。よし、髪が長すぎると思います。ふざけてんのか。いや、いや、ふざけて。しっかり武蔵を見ろ、お前。おいし。まあまあ、まあでもな、先月のな、練習試合で、あいつのエラーで負けたやろ。はい。あれ以来な、あいつは自分で責任感じて、一生懸命やっとんねん。いや、知らないっすよ。あいつが勝手に僕にライバル心抱いてきてるだけなんで、僕関係ないっすよ、正直。お前、そういうこと言うなよ、お前、後輩で。いや。なあ、一
生懸命やったんだよお前ね。頼む、お前が教えてくれ。サード、なんだ僕がですか。あと1週間やったら。いい、1週間でもうチーム1のサードにしてくれ。そんなんおかしいっす、僕の仕事じゃないじゃないですか、そんなん。いや頼むわ。え、ちょ、いやお前サードうまいやん、先生より。なる先生、あんま分からん。なるお前サードうまいし。いやちょ、もう無理っす無理っす、そんな絶対無理っす。僕ら打撃フォーム変わったりとかファーストとかで忙しいんですよ。自分のことで精一杯なんで無理っす。すいません。もし残り1週間であいつをチーム1のサードに育て上げることができたら、お前は約1ヶ月間朝練しなくていい。頑張ってる後輩を見捨てれるわけないじゃないですか。監督、間に合いました。あいつは日本一のサードになったかもしれません。うん、よくやってくれた。サードに打球が飛んだ。おらい、おらい、おらい、おらい。あかん、あかん、前髪目に入った。ああ、あかんあかん、えぐい。目に入った、えぐい。汗、えぐい、汗、汗。ああ、えぐい。おらい、おらい、おらい。レギュラーとポジションと打撃。あかん、全部元に戻すから入れといて。そうですね。前だけ目に入っとるって。ああ、もうやばいやばい。髪の毛切れ入れといて。あ、おや？え、何してんの？実家にあったゲームボーイアドバンスします。懐かしいやん。監督来へんからいいかなと。いや、すごい、お前分かってない。え、ちょ、一回見してみてみて。はい。めちゃくちゃやな、これ。面白いですね。バリ懐か、俺バリあったもん、これ。え、めっちゃええ。はは、夏。なる。今な、チームええ感じやん。なる。気合入れてやっていこうや。チームの外役。なる。邪魔。なる。な、聞いてる？はい、聞いてます。帰れ。わかりました。帰ります。はい。失礼します。先輩。あ？どうした？先輩、僕のせいで。マジで気にせんで、ほんま気にせんでいいから。いやでも。もういいよ、俺ちょうど寮借りたかったから。マジで気にせんで、ほんまに気にせんで。お前あれやで、あの監督に自分のゲームす絶対読んでいいから。ほんまに。ほんまに読んでいいから。マジで気にせんで。うん。もう練習頑張っとけよ。普通に練習やっとけ。はい。まあ、ちょっと待ってって。何じゃない、お前ほんまにやばい、ね、やばい、帰ったった帰ったったじゃない、やったったじゃない、ついに行ったったやろ。ついにとは言えないけど、お前ほんまに監督めっちゃ怒ってるし。してるよ、だって怒ってた。俺目の当たりしてるもん。じゃあ近くで見てたけどさ、うん、これ練習は次参加できるか分からない。でもどうでもええって。もうそんなもう一生も謝ってもしてやから。俺はほんまにええから、もう家帰ってただけやし。ほな頑張ったな。じゃあマジで悪いな。これExtension